核ミサイル対策ですが、結論から言うとミサイル防衛機器、ミサイルディフェンスですがね、ないよりはあった方が良いが万全は期せないと、ね、でまず一番の理由はミサイル防衛機器は基本的に待ち受け兵器である。局地防衛はできても広域防衛は不可である。待ち受け兵器である理由っていうのを皆さんの次のページに変な本チェーンが書いてございますので、ある時にその日本防衛学会っていうの学会で専門家を呼んで聞きました。専門家っていうのは当時の防衛大学校の副校長だった馬場君ってですね、私よりも10歳以上後輩なんですけども、その人は航空工学の専門家なんですね。それからもう一人有名な安江さんって、ね、東大の航空工学出た人で技術研究本部長やった人、その人も来てました。でその二人が航空工学的観点からミサイルディフェンスは当たるんだ、その時に描いた絵がここから右の絵なんです。右の絵です、ね、でここにあるのはですねここにこれなんか右が長いから多分ウサギさんだと、ウサギだと、ね、ウサギがこう走ってきた、それをワンちゃんがですねここ走ってきた、そして、いつもこういう関係を保っていけば必ず未来崩壊点っていうのがある、どっかでぶつかると、だから必ず当たるんだと言うんですよね、本当かなとかね。で考えてみたらですね、これはもう古い理論なんですね。私が防大の学生の時、今から50何年前ですかね、に防大の応用物理で習ったプロポーショナル、皆さんとプロポーショナルナビゲーション、プロポーションっていうのはあの頃ね、もうちょっと前ですけど伊藤絹子さんっていうのはプロポーションがいいっていうね、バストとウエストとヒップなんです、比較がいいってですね。でこの比較工法ってですね、プロポーショナルナビゲーションで、こう常に一定のこの比較した速度で走っていけば必ず未来崩壊点でアウト。でこれ見ますとウサちゃんがいて、まあウサちゃんよりワンちゃんの方が足が速いことになってるんですね。で速ければですね必ずここでぶつかるんだ、だから当たるんだと、こういう理論なんですね。でそんなのは私もその50年ぐらい前に習ってたんですけれども、分かったと。ところでこれはウサちゃんよりもワンちゃんの方が足が速いという前提で速いです。でまあ、こう30キロ、50キロだったらこっちの方が速いからいつかはこう未来崩壊ってですか。だけどもこれがね、亀さんだったらどうなのってこう聞いたんですよ。亀さんだったらね、亀さんだったらどうなのって言われて、いや亀さんだったらこれが途中で居眠りしない限り絶対追いつかない、だからこれは未来崩壊点はないという、ない、永遠にない、亀さんで、こう議論したら、いや、一つだけあるんだと。それは何かって言ったら、ウサちゃんがこっちに行かないで、カメさんの方に向かってこう走ってくれ。そうすると、カメさんはじっと待ち受けていて、近くまで来た時に、鎌首をガッと持ち上げて、パクッと食いつけば、ウサちゃんをカメさんが食うことができると。こういう話なんですね。あ、なるほどなと。ということなんですね。つまり、こう横行くのにこう当てるのは、これとこれの速度が非常に問題だということです。で、ところがこっちに来る場合にはこちらの速度が遅くても取れるということなんですね。それは分かったわけですよ。で、その時にいろいろ聞いたんですけども、現在でも問題はですね、この飛んでくるミサイルの速度とこちらの打ち上げるミサイルの速度の差なんですね。マティス国防長官からはペリーさんかなり相談を受けているそうです。で、マティスさんどうですかねっていう話、ペリーさんに水を向けると、マティスはよく分かってる。ペリーさんおっしゃいました。ペリーさん94年に限定的な空爆オプションを考えた。その時に94年に日本病の施設を叩く。その時に、まあ、韓国が被るリスクと、今2017年、この時点においてニョンビョンを外科的に攻撃して、それによって浴びる返り血、日本、韓国。リスクは桁違いだ。ペリーさんおっしゃってました。叩くんだったら94年のあの時叩けばよかった。あの時やるべきだった。今はできない。
じゃあどうしますか。封じ込めだとおっしゃいました。圧力を高め、抑止力を高めて、北朝鮮が変な挑発をしないようにする、経済制裁を強める、それによってアメリカが長い時間をかけてソ連を封じ込めていったように、北朝鮮をしばらくは封じ込めて、北朝鮮のまあその何て言うんですかね、行動様式を変えていくしかないんではないか。で、あと重要なこと、ここからは私の若干意見も入るんですけども、やっぱりまだあの外交オプションを尽くしていないのと、抑止力圧力ものすごい大事なんですけども、もう片方忘れちゃいけないんですね。で、それ何かと言いますと、諦めたら本当に道が開かれてるんだ、核を諦めたら別の生き方が待ってるんだ、トランプさんもそう韓国でおっしゃいました。しかし口だけじゃダメなんですね。本当に諦めた場合何があるのかっていう、こっちの自分たちが提供できるショッピングリストを用意して、中国も含めてですね、日米韓中でその辺をしっかり議論していく時期にそろそろ差し掛かってるわけではないのかと思うんですね。で、そういう用意があるっていうことをメッセージをちゃんと平壌に送ることによって、暴発を防ぐ。それからやはりああいう体制ですけども、中には平和的な解決を望んでらっしゃる高官の方はごく少数かもしれませんけど、いるかもしれないんですよね。そういう北朝鮮内の和平派にやっぱりちゃんとした塩を送るという外交工作をやっていかなくてはいけないじゃないか。圧力一辺倒でずっと来てますけど、決定的にこっちの諦めたら大丈夫だよっていうふうな、このお父ちゃんの強いマッチョな不正ばっかりで、父親のね、息子、今あんまり、いや、僕なんかも息子を殴るとすぐ学校から呼び出しくらったりして、あれなんですけど、お父ちゃんのこの力ずくのあれだけじゃダメなんですよね。やっぱお母ちゃんがこう、いやいや、あんた諦めて、なんかそんな不良的な行為ばっかりしてないで、こう、タバコ諦めたらさ、こんないいこともあるからさ、みたいな、考え直してみなよ、みたいな、そういうですね、安心供与、戦略的な決断をすることによる、敵対する勢力が戦略的な決断を行うにあたって、やっぱり脅しと威嚇のメッセージに加えて、自分たちが本当に態度を変えたとき、行動を変えたとき、大丈夫だよっていうふうな、その安心供与ですね、それをこうどう創出してメッセージを送っていけるか、今のところ安心供与見えてきません。さっきのティラソンさんが口を滑らしちゃって、米中でこんな協議してるって言ったら、これ安心供与を実は損なう行為なんですよね。やっぱあいつら中国と一緒になって本当に俺たちが潰れるの待ってんだってことになっちゃいますからね。だからここも実は外交上のコミュニケーションで失敗してるんですね、ティラソンさん。まあこれもおそらくトランプ政権の外交政策に一貫性がなくて支離滅裂になっていることが表れたと思うんですけれども、まあすいません、長くなりました。不要な武力衝突、その先にある核戦争だけは絶対避けたい、これが結論でございます。まだ外交オプションは尽くされていません。